はい、順次です。では愛馬のファインドマイディスティニー、ではいよいよこのステージ8のボス戦挑んでいきましょう。またしっかりとねパターンを組んでだんだんと追い込んでいきましょう。では行きましょう。ゴー。さてと、おーおお、いきなしとん、クモちゃんか。行くぞ、ガシガシね。このなんかスライムみたいのは、うわー、あー、なるほどね。なんか弾けたかけらにも当たり判定あるんですね。まあ、あのステージをね重ねるごとに強くはなってきておりますから、まあ、今回もしっかりとパターンを構築して油断しないようにいきましょう。お、これたね。おー、くす。なんか激しいね今回。まあでもゆっくりとじっくりといきましょうか。そのパターンにこの身をね慣らしていく。そしてこの後、うわ、きっついなあ。そこ、こうダメージチャンスがあんましないかもしんないよね今回のボスで。あ、わかった、あ、わかったわかったわかった。ってことは一回、待てこっちの方から弾け飛ばして、でここでもうこっちに移っちゃう。あ、いいね、わかったわかったぞ。よし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 、初動を早く、こっちにね弾を誘発させて、んでこっち移って、ダメージチャンスが生じて、これをよしよし、来た来た来た、また来るよ。よしよしよし、いいね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 、いいね、やくそも、ふー、やってくれるぜ。なんか2回落ちてきた後変な音してましたね。あまりこう耳に良くないような、耳障りの良くないような音してましたけど、怖いぜってなもんで、ここはよし、超えた。で、おーおーおお、うわ、なんだこれ、うわ、避けづら、恐ろしい攻撃だね。しっかりと見ていくべし。そして打ちまくって、まあここで打ってもあれなんですよね、結局まだしばらくは倒せないと思うんで、これ待って、くっそ、際どいね。まあ固定だったらまだしも、かなり戦闘能力持ったクモちゃんですね。よし、危ない。ここで今10ぐらい与えられてるから、よし、でここは一旦端っこで、次をこう避ける。あ、わかったわかった、オッケーオッケーオッケー。なんだこれは、なんかすごいでっかいハエちゃんみたい。うわー、何これ。あ、小蜘蛛か。あー、これ磁気狙いのところに打ってきてる感じするな。なんかやらしいね。動きを、こちらの動きをパターン化させるしかないか。で倒せないというね。よしよし、あ、また来た。雲の糸ね。あれ、うわー、当たった今。しまったね、ダメージチャンス来ないね。そうしてなるべく左で位置したいんだよね。あ、来た来た来た。でこの雲の糸ゾーンよく見て、弾を、あ、隙間結構あるから、待って待って待って、くそ、あ、そういう系か。真ん中に寄れと。1周目で倒せたら嬉しいなとは思うんですけどね、そのあたりはどうなんでしょうか。なんともわからないよね。よし、まあ、このハエは大丈夫で、このあのレッドスパイダーゾーン、ここがなかなかやらしいから、あ、1箇所で大丈夫だなこれ。あのジャンプしなくてもなんとかなりますねこれ。よし、その方がいいかな。よしよし、来た来た来た。このね、蜘蛛の糸ゾーンが左側の方が避けやすいんで、よし、来た来た来た。でこれをこう避ける。よし、来た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 。最大の、あれあれ、そうでもないそうでもない。うっと、アップで、嘘でしょそんな。くう、残んのかやっぱりこれも。なんかあんまりこうがっつりダメージチャンスって来ないですねこのボス。この後半来てくれんのかな、期待しちゃうよ本当に。期待してるからねスパイダーちゃん。オッケー、ここもよいしょ。でこれ降りたぐらいにこっち飛べば、あ、そうねそうね、それで、くっ、怖っ、待って待って、消えろ消えろ消えろ、あれ、あ、全然消えない。え、待って待って、しまった、ちょっとタイプ違うのね今回のボス。結構強い気がするな。なんかダメージチャンスが全然来なくて不安になっちゃうんだけどこれ。よっ、で下ったらこっち渡る。危な、すごい。でこれさあ、そうでもないか、そんなにこれ難しくもないか。よしよし、待って待って、え、ああ、これ、これやらしいな、このパターン嫌だな。なんかさて来いよ、まだ半分も与えてない。これなんだこれ、おお、うわー、なんかあまりこれもダメージチャンスとは言え、
あっぶね、超えられてるけどここだよね多分ダメージチャンスって。やばい、くっ、怖っ。ちょっと待って、これな、無理無理、くそ、こいつはやばいぞ。それにしてもこの BGM なかなか激しいですね。なんかあのイオンとかで流れてそうな BGM、 ジャスコとか。よし、ここがちょっと、でもこれ当たりそうだな。なんか危ね、今すっげえスレスレ、ほっ、怖いな。うわ無理だこれ、ここ難しいな。だいぶ来れるようになってきたな。で次に降りてきて、そう、このハチちゃん飛ばしてくるから、で映ってよく見て、弾おっかね。ここもよしよし、やばいな、来れた。でこの後なんですけど、ここはこれハッちゃん来てたからこれに乗って、待って待って、ダメージチャンスにもなってると思うけど、これちょっ、くっそ、消えるの遅く難しい、このボス難しい。あんましこれ隙間ないんだよね。あ、しまった、怖いなここ。よし、オッケー、与えられてる。くそ、この隙間も狭く、全然倒せないんだけど、これは本当にやばい。あ、くそ、強いんだよ本当、強すぎるこのボス。よしよし、かわした、3回目。ちょっと待って、もうよし、やっと来れた。本当にこれきついんだけどこのボス。くっそ、もう待って、もう本当に、よし、オッケー、やっと来れた、頼むよ。ここおっかない、ちょっと待って、よしよしよし、来れた来れた来れた、初めて来れた。ちょっと待って、お願いお願い、ループして、ループして、お願い。あ、ループした、これループでしょう。あーあー、やっと来た、ここ。あ、くそ、ここで2回、あ、パターン組めてきた、来た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 、パターン組めてきた。よしよしよし、行くぞ。ここでここだ、ただね、ここね反転するんです。あ、しまった、二段ジャンプが出なかった。くっそ、もうもうなんなの。行くぞ、頼むよ。ちっちゃく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 、よし、オッケーオッケーオッケー、来た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 、2回、え、待って、あ、倒した倒した、よし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 、倒した倒した、あ、すんごい強かった、もうやばかったよスパイダーボス。うわ、なんかまたステージもとんでもないところ来たね。洞窟ステージですか。いや、今回のボスすんごい強かったですね。うん。多分一番時間かかったんじゃないかなと、思います。まあ、そりゃね、ステージ8、一番今までやった中では難しいボスのはずなので、まあ、時間がかかって当然なんですけども、なんか、急に難易度が上がったような
感じがします。すんごい強かった。まあでもなんとか撃破できて本当に良かったです。はい、そしてやってきたのはステージ9、まあ、一変してね、こう暗闇がかった洞窟ステージになってきているわけですが、まあ、私こういうね、雰囲気のステージすごく好きなので楽しみです。でまあステージ9ですから、まあ、難易度もねそれなりだとは思うんですけども、また楽しんでやっていきたいと思います。あ、中間にセーブありますね。よし、では次回はこの洞窟ステージを攻略していきましょうですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。